東京江戸川区で首都高速の補強をしていた工事現場で火事がありました。作業員4人が救助されましたが、2人が意識不明の重体です。午前11時10分ごろ、江戸川区小松川町の工事現場で煙が出ていると通報がありました。東京消防庁のポンプ車など33台で消火活動が続いていて、これまでに足場が200平方メートル焼けました。 この火事で20代から30代とみられる男性作業員4人が逃げ遅れて救助されましたが2人が意識不明の重体です。他の2人も怪我をしています。